はいこんにちは。えー、サンタクロース、えー、育てました育てました、えー、コスチューム側もコスチューム側も育っています、えー、アビグリを迷っていますアビグリ迷っていますはい、えー、相手は、えー、マグニでこちらの防御力下げてくるんで、えー、対抗として、えー、グラズルと、えー、ガーネットを入れています。 えー、アルフライク対策でもありますねえー、相手はウラエスいますけど、えー、こちらミニオンチームですミニオンチームですはいではいきますえー、アルフライクを意識しながら、えー、ヘインダールをどう倒すかってゲームだと考えていますえー、連鎖を起こせるところを見つけられないので 連鎖を起こせるとこ見つけられないので、えー、残念ですがここ行きましょうか、えー、なんとか赤を近づけて、えー、赤竜を作ってでもまだまだスキル発動には至らないので、えー なんとか相手のアルフライクがスキルをたマナを貯める前に、えー、こちら赤マナを貯めたい貯まった貯まった貯まったよかったよかったよかったはいでは、えー、相手のアルフライクを見ながら見ながらスキルを発動しようと考えていますえー、とりあえずここ行きましょうか、えー、こちら防御力下げられてますからね えー、それではまだ温存してここ行きましょうかこれでこれではい耐えましたね耐えましたね耐えましたねでは、えー、我慢していたグラズルを使って、えー、さらにさらに、えー、相手に雲を貼っつけて 一番怖いのはヘインダールだと考えているので、えー、マリアーナに対して、えー、ハートの女王をぶつけて、えー、どうしましょうかねどうしましょうかね、えー、ここに赤が降ってきてくれると、えー、赤ダイヤを作りやすいなと考えてここに来ます。 赤ダイヤを視野に入れて赤を近づけるためにここ行きましてえアルフライクがもうすぐスキルを発動するので恐ろしいのでえ2までたまったガーネットを使っておいてえでは,え今は今はえーガーネットが効いているので 今のうちにアルフライクにスキルを発動されたらマインドレスアタックを食らわないなとの考えでこういうふうに赤ダイヤ作りますまあ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 、まあ、えー、さらにグラズルで回復しておいて えー、ガーネット倒れると悲しいんで、もうガーネットも温存せず使っちゃって。えー、それではサンタクロースを放ち、サンタクロースを放ち。えー、さらに雲をはっつけて、雲をはっつけて。いけましたね、いけましたね。えー、では ヘインダールにマナをためさせない雲で倒す作戦です。えー、そのためにそのためにここ行きます。えー、とりあえず、えー、ヘインダールを雲ヘインダールを雲で倒す作戦です。ここ行きます。はい。えー、それでは相手裏エウスだけなので、もう行っちゃいましょうか。もう行っちゃいましょうか。 こちらミニオンチームですけれどももう状況的に圧倒的優位ですねもう行っちゃいましょうもう行っちゃいましょうもうガンガン弾当てちゃいましょうはいありがとうございましたえー、マナ普通のサンタクロースでもレイドで使えますよねはいありがとうございました